中村勘九郎。ねえ、後ろ周辺。女優前田愛の結婚式が行われる日です。部屋にいました。落ち着いた様子の新郎新婦。しかしこちらのお方はそわそわ。父中村勘三郎です。見えねえじゃねえかよ。ひでえせいだ。まあしょうがない、まあ、それはそういうもんだ。参加者はなんと640人。親族も集まってきました。そして神前での結婚式。でもいい女房が来てくれたんでありがたいですよ。そうですね、本当にそれだけはいい人を選んだと思います。愛さんはいい人だから。だからね、怖そうだからね。長い道のり大変だと思うけど。誓いの言葉。これからは互いのありのままを受け入れ、共に努力し支え合い、日々感謝を忘れず、笑顔の絶えない家庭を築き、一生の幸せを2人で作り上げていくことをここに誓います。平成21年10月28日夫波野正行、妻愛美。おめでとうございました。おめでとうございました。中村屋に新しい家族が加わりました。式が終わると新婦は披露宴の衣装に。面白くない。中村屋一門も集まってきました。最年少は中村鶴松、当時14歳。今日は目いっぱいおしゃれに決めてみましたが、これ靴がおじさんだそれ。最年長は中村小三座、当時89歳。中村屋に弟子入りしたのは4歳の時、まだ大正時代でした。勘三郎の父の代から結婚式に出てるんです。親子3代だもんね。ずっとここでしょ。亡くなった先生やってここホテルな。くれのあんた12月29日よ。もう空襲の激しい時で鎌倉にいてね、鎌倉から通って大変だったわよ。いよいよ披露宴が始まります。扉が開きましたらご入場を。勘三郎夫婦も同じ会場で披露宴を行っています。
ひふみよいしょ。おめでとうございます。おめでとうございます。父上は上機嫌、ワインが止まりません。あまり重厚ではなく知的ではない方のケーキの方の演出をちょっとさせていただきました。七之助さんとか、ね、コサンザはフランス料理と格闘中。さあお色直し。かんざしは勘三郎の妻よしえが結婚式につけていたもの。披露宴の締めは新郎の父からの挨拶です。本当にありがとうございました。29年前の、11月27日にここにいました。その時私はベロベロでした。吉江に一番最初に怒られたのはここです。まあ最近は怒られてないから幸せだよね。私は今日酔ってます。もう全部覚えてます。最後は金屏風に捕まりました。いやー、愛ちゃんは太郎の嫁になるって昔の歌あるけど、いや本当に愛ちゃんは太郎の嫁になるだよ、この野郎。ただ一つだけ残念なことは、勘三郎には駆けつけてくれた人たちに伝えたいことがありました。すみえ母ちゃんを俺は知らない。花嫁姿を見ることなく旅立った愛の母。うん、なぜかというと死んだから。で、こいつらのいいとこは門が開けるまで発表しないっつった。これ本物だと思った。だから絶対大丈夫です。本当に住江さんと僕が今日喋れたような気がします。恒例の新年会です。この年歌舞伎の世界は大きな節目を迎えようとしていました。
歌舞伎座は4月の公演が終わると建て替えることが決まっています。勘三郎たちが慣れ親しんできたこの歌舞伎座は見納めとなります。舞台稽古が始まりました。最後の歌舞伎座、勘三郎は二人の息子と連獅子を踊ります。舞台の手助けは一門最年長の小三座。そしてその隣には最年少鶴松の姿。呪い。あ、はい。もっとさっさっさっとやんなくちゃ。はい。ね。はい。そして4月2日、いよいよ最終公演が始まりました。勘三郎の人生は歌舞伎座と共にありました。3歳の時、歌舞伎座で初めて舞台を踏みました。18代目として襲名させていただきます。46年後、この場所で勘九郎から勘三郎に。染み込んだ劇場、歌舞伎座。今、万感の思いを込めて。中村屋の連獅子です。そして見せ場の毛振りへ。中村屋に獅子の魂が宿っていきます。千秋楽。かつてない出来事が。幕が下り、勘三郎たちが楽屋に戻ってきた時のこと。
ですね。え、鳴りやまないの？拍手が鳴りやみません。お客がカーテンコールを求めているのです。いつもなら舞台に戻る勘三郎。しかし、おめでとうございます。どうも。この日は戻ってくることがありませんでした。はい、どうも長々ありがとう。お疲れさん。勘三郎が再び舞台に戻らなかった理由。普通だって開けるからね。10分も拍手してたら。そうそう、初めてでしょ。開けると思った人。はい。そこで開けられん、なんだか僕の気持ちの中でね、はい、あったんだよ。自分たち一人で芝居やってるわけじゃないからね。一部はさ、でまたもっと言うと、死んだ内田氏とか大先輩たちがいるからさ、だからもう幕が降りた瞬間に。歌舞伎座とさよならができたからね。ね、何回も開けてるとね、寂しくなっちゃうしね。そんな気持ちもあって開けませんでした。だってずっと開けたくなっちゃうじゃない。だからその手叩いてくれたお客さんに本当に感謝してます。もう心では開けてましたから。はい、おめでとうございます。また会えるしね、お客さんにはね。ありがとう。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。建て替えは3年がかり。そしてこの時の舞台が勘三郎最後の歌舞伎座出演となったのです。